ディショナルタイム1分30秒が経過。大塚、さあシュートは出るか。渡辺落として川べりから竹澤倒されて PK だ。土壇場に来て富山一高 PK。 すごい、これはすごい。日本一に手が届きかけている星稜、この PK が決まれば2対2、そして90分がタイムアップになれば延長戦です。いやー、これはでも相当なプレッシャーがあると思いますよ、これ鈴木さんね。蹴るのはキャプテン大塚翔、大塚一郎監督の次男。いろいろ周囲に言われ傷ついたこともありました。しかし3年間頑張り抜いた大塚翔、最後のファイナル決勝戦、もう何を言われてもいい。お父さん父を日本一にしたい、そう大塚翔は話しました。祈る父一郎。民間放送43社の共同制作で東京の国立競技場からお送りしています。